早いですけど、開けてもらいました。おむすび100円。あ、玉ねぎ安っ。後で買おう。今玉ねぎめっちゃ高いですから。もうお店は長いんですか？もう最近、そうなんですね。そうなんですね。そこから続けてると、そうなんですね。違う場所で。
美味しいですね。なんかお口に優しくて、なんか、うん、夏ちょっと違う作り方はしてる、ね、特になんか夏場とかすごい良さそうな、ああ個人的にはそう思います。梅干しが入ってるんですね。そうね、ちょっと途中で口をずっと爽やかに、うーん、あ、なるほど、色々的に、うん、確かに、ね、はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。よし、というわけでごちそうさまでした。夜はね、ホタルが見えたりするぐらい綺麗な場所でございます。で、今日いただいたね、ラーメンなんですけど、本当にあの優しいね、感じでまろやかで、あの特にね、あの夏場にねいただきたい、ラーメンかなという感じで、本当にあっさり美味しくいただきました。結構ね、あの週末になるとお客さんがここに訪れるそうです。ぜひ皆さん行ってみてください。とてもおすすめです。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。